お待たせいたしました。ただいまより白浜エアポートクリテリウム2010実業団 TR の部の表彰式を行います。入賞選手お呼び出しいたしますので、ステージ上までお上がりください。 TR の部第1位しまのレーシング鈴木真理選手です。おめでとうございます。続いて第2位マトリックスパワータグコラテック向井川直樹選手です。おめでとうございます。むーちゃん。第3位宇都宮ブリッツェン辻吉光選手。吉光。続いて第4位しまのレーシング村上純平選手。純平。第5位しまのレーシング畑中雄介選手。そして第6位しまのレーシング野寺秀伸選手です。おめでとうございます。さあそれでは表彰です。プレゼンテーターは全日本実業団自転車競技連盟理事長のこの方をよりお願いいたします。賞状白浜エアポートクリテリウム2010 TR 決勝の部第1位記録59分12秒、鈴木真理殿しまのレーシング、あなたは白浜エアポートクリテリウム2010において当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえ表彰いたします。平成22年4月29日全日本実業団自転車競技連盟理事長小野隆夫。はい、おめでとうございます。優勝者の鈴木真理選手にはこちらカップが贈られます。おめでとうございます。重たいです。しっかり持っててください。ギャグにならないからやめたほうがいいよ。さあ続いて第2位です。TR 決勝の部第2位記録59分12秒、向井川直樹殿マトリックスパワータグコラテック。はい、おめでとうございます。続いて第3位です。第3位記録59分12秒、辻吉光殿宇都宮ブリッツェン。はい、続いて第4位記録59分12秒、村上純平殿しまのレーシング。純平。第5位記録59分12秒、畑中雄介殿しまのレーシング。勝ち。TR 決勝の部第6位記録59分13秀、野寺秀則殿しまのレーシング。はい、それでは優勝されました鈴木真理選手に一言いただきたいと思いますが、今日のレースいかがでしたか？はい、優勝できて嬉しいです、はい、はい、今日本当に、ね、たくさんのファンの方が来ていただいてるんで、ファンの方にもメッセージいただいてもよろしいでしょうか？はい、今日応援来てくれてありがとうございます。まあ、これを機に島のレーシングの応援、他のファンの方も島のレーシング応援してください。こちらルビーレッドジャージの表彰にも移りたいと思います。現在の J サイクルツアー、チャンピオンジャージは島のレーシングの畑中雄介選手です。おめでとうございます。アチー、上に着るんじゃねえんだ。でちょっとですね、4号6位の選手の皆さんちょっと前に出てきていただいて、鈴木真理選手4号6鈴木真理選手センターの後ろが真ん中でドンと構えちゃってください。いや真理選手できれば立っていただいた方がいいと思うんですけど、はい、あ、そうです前の方で並んでいただいて、はい、大体センター俺がねそうですね、花垣選手いつもセンター多いですから、はい、じゃあカメラをお持ちの皆さん、ぜひね選手の最高の笑顔を収めてあげてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、カメラをお持ちの皆さんよろしいでしょうか。それでは大きな拍手
もう一度お願いいたします。 PR クラス入賞6名の皆さん